この馬とともに個人で第4位という成績、あ1年間練習してきました。このまま健全でときますと優勝。この大台は岩手県の豊富市で生産されましたポンポンスポーツホース種10歳のメスの馬。ウエストカーレッジのフリーデンスタートとプロドラジェルプレーズの自信を持ちますビクト R に最後の参考になります。ここで落下がありました。この瞬間優勝者吉田琴美選手になります。続きますダブル障害1位からそしてピットクリア平成24年の岩手県東部市でブリックされましたこの大会がこの落下がありますが